せーの、プシュ。はい、どうもー、お茶の水にはスプルです。カマです。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい、今回は、実は我々が洗脳されてるかもしれないという都市伝説を話したいと思います。洗脳系僕ら伸びないですけど、大丈夫ですか？まあ皆さんさ、まあ、音楽聞くじゃん。うん、聞きますね。音楽何聞く？僕はですね、結構ミーハーなので、TikTok から流れてくる曲とかを適当にプレイリスト作って聞いてます。あ、そうなんだ。かなりミーハーなんだね。めっちゃミーハーで。かなりつまんない人間ね。俺はね、乃木坂しか聞かないよ。はい、まあ皆さんね、いろんな音楽を聞くと思うんですけど、はい、1910年から、ロッシャイズの悪意によって、私たちの身近な音楽は危険なものに変えられていたんですよ。それが一体どういったものか、今回は紹介していきたいと思います。はい、行きましょう。ソルフェジオ周波数をご存知ですか？音とは振動する波で、1秒あたりの振動の回数が周波数であり、ヘルツで表します。ソルフェジオ周波数とは、レオナルド・ジ・ホロウィッツが著書の中で提唱した 396Hz、417Hz、528Hz、639Hz、852Hz の6種類から構成される音階のことです。これは古代の聖歌などにも使われていて、現在は周波数の差が111という計算から導き出された 174Hz、285Hz、936Hz を加えた9種類が主流となっています。癒しの効果があるとされていて、周波数によって異なる効果が期待できます。実際にどういった周波数なのか皆さんに、ね、聞かしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたか？どれが一番気に入った？なんか全然気に入るも何も不快な音じゃない？まあ確かにね、まあこれをさ、元に要は音楽って作ってるじゃん。うんうん。でしょ？その音階になってるわけじゃない？そうですね。実際に、まあ、個人的には 528Hz、一番なんかピンとくる、まあちょうどいい感じですか？なんだろうね、なんか AKB っぽい。どこが秋元康っぽさ出てない。全然わかんない。乃木坂っぽいってことでしょ。ただのオタク。でもですね、ソルフェジオ周波数についてはもともとなんかフィーリング系のを聞いてる人は知ってると思うんですよ。あ、なるほどね。そう、 YouTube の中でもあの睡眠促進のやつとかで結構、ね、あるね。そう、使われてたりするんで、たまにライブ配信でずっと流してる。そうそう、その寝るやつがね、良くなるみたいなのがあるんで、知ってる人もいるかと思うんですけど、ちなみにちなみにで言うと、太陽も振動してるらしいんですね。で、太陽が振動している周波数っていうのも 528Hz らしいんですよ。あ、そうなの？そう。で、つまりその地上に太陽の振動から降りてきてるんで、外に出て太陽光を浴びるってこと自体が促進になってる。なるほどね。っていう説もあるんですけど、はい、正直僕それはなんかちょっと違うんじゃないかなというふうにも思いましたね。冷静に太陽から音が来てるってことですか？そうそうそう。でも人間には聞こえてないくらいの音ってことです、なんか振動とか来てんのかなって思うんですけどね。ただでもこの 528Hz っていうもの自体は DNA の修復作用っていうのがあるので、かなりやっぱり体には良い作用があるってことです。そうなんだ。俺なんかこのソルフェジオ周波数はミスタマリボンドさんの動画で知ったんですけど、4年前ぐらいの動画なんですけど、そうね、はい、そこではなんか実際になんか検証結果はなんか関係なかったって言ってましたけど、まああれは気持ちですよ。そうそう、ソルフェジオ周波数がいい効果があるっていうのは伝わったと思いますが、反対に悪影響がある周波数も存在します。それが 440Hz。オーストラリアの思想家であるルドルフ・シュタイナーは、 440Hz は悪魔の力を持つ、これが基準となればこの世は悪魔の勝利へと近づくだろうと発言しました。実際に 440Hz というのは
精神的に不安定になったり洗脳されやすくなると言われており、 440Hz の音源をミツバチの巣の前で鳴らすと蜂が攻撃的になったという実験結果があります。はい、でこの 440Hz っていうのは、まあ、宇宙の周波数と合わないって言われてるんですよね。だからちょっとね、精神的に潜在的に嫌なのかな、なんか緊張感が増したりもするらしい感じなんですけど、まあ、実際に人間っていうのはさ、あんまりそんな違いがわからないわけじゃん。さっき言ったさ、ミツバチの実験みたいに動物とかにそういうさ、あの周波数で流したらわかりやすいかもしれない。めっちゃ怒ってる馬に 528Hz 聞かせたらめっちゃ優しくなるかもしれない。だし、ハムスター飼ってるから、はいはい、実際に聞かして検証するずっと寝ちゃうかもね、癒しで。まあこの 440Hz っていうのはまあ危険だと皆さん分かったと思うんですけど、そしたら別にさ、聞かなきゃよくないって話じゃないですか。しかしそれは無理なんですよね。ここからが本題になります。実は現在国際的に使用されているのは 440Hz なのです。この周波数は1926年にアメリカで使用され始め、1995年ISO 国際標準化機構によって制定されました。ではなぜ 440Hz が主流となったのか。始まりは1910年頃、アメリカ海軍のジョン・ディーガンがロスチャイルドの資金提供により米国音楽家連盟に加盟し、楽器のチューニングを 440Hz に変更していきます。しかしこれは失敗に終わりました。次に1939年、ナチスドイツの広報であったヨーゼフ・ゲッベルスの協力を得て、1940年にはヨーロッパが 440Hz を標準化させ、1955年 ISO による 440Hz の標準化へと至りました。いや、出てきましたね、ロスチャイルド。ここでも出てくるかっていう資金提供ね。実際さ、この 440Hz を使うことによって洗脳しやすい世界にしてたんですよね。さらに同時期にニューワールドオーダーっていうのが始動していまして、それと同時に蓄音機も発売されてたので、まあ、かなりタイミングとしてはもうベストマッチ。一気に拡散できますから、ね、それさらになんですけど、もともとグレゴリア聖歌っていう聖歌があるんですね。はいはいはい。でその聖歌って 528Hz を起用してたんですよ、うん、それにもかかわらずバチカンに途中からイルミナティが参入したことによって、うん、権力を握ってしまって、はいはい、その 528Hz っていうものを書き換えてしまったそうなんですよ。なるほどね。だから過去にあったものは 528Hz だったんですけど、まあ、現代まであるグレゴリア聖歌っていうのはもう 528Hz ではなくなってしまったって話です。この440Hz が主流になった後に流行するものっていうのがロックなんですよ、はいはい。ロック、そう、ロックミュージックです。あ、下ネタだと思ってたやめてください。でロックミュージックこそ攻撃的じゃないですか。はいはい、だからその 440Hz の持ってる特性とかなりリンクして、うん、それがまあ市民にも洗脳じゃないですけどね、流行してしまったっていうことです。なんかよく言われてますよね、そのロックバンドとかは要は悪魔崇拝なんじゃないのかとか、まあね、いろいろとヘビメタとかね。そうそうそう。はい、でもね、今回の動画はねここまでとなるんですけど、もともと 440Hz が標準化する前までは 432Hz が主流でした。 432Hz は宇宙の周波数と合い、ヒーリング効果もあったそうです。その音が今の BGM や YouTube の広告にも標準の音となっているわけですからね。またジョン・レノンの死もこの周波数に関わっていると言われているんですよね。こちらについてはね、また別の動画でね深く掘り下げたいと思います。まあ、最後に、まあ、ヒーリング効果といえば、うんうん、その F 分の1の揺らぎっていうのもね有名なんですけど、もう本当に多分もう数少ない人しかなんか発せられないみたいな歌声に含まれてるってことですね。日本人で言ったらその美空ひばりとか徳永英明とか宇多田ヒカルとかがいるんですけど、まあ、個人的には宇多田ヒカルさんがめちゃくちゃ好きなんですごい聞いてるんですよね。でそれがマジでこれ嘘じゃないんだけど、なんか本当になんか落ち着くじゃないけど、うん、なんか行く行くって感じです。はい、だからぜひ皆さんもね一度ね気になったことは調べてみて聞いてはいかがでしょうか。はい、最後までねご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。ちなみに水や食べ物に音を聞かせると味が変わるって言われてるよね。